今日は2023年の1月26日です。今日もちょっとゆるく動画を撮っていきたいと思います。飲みながらゆっくりゆるく撮っていきたいと思います。いただきます。今日はちょっと買ってきたお菓子をおつまみにしたいと思います。このなんかゴディバでポテトチップスのチョコレートかかってるやつ買ってきました。でなんかロイスで私前見たことあって、ゴディバにも前からあったのかな。なんかゴディバって海外のプレッツェルにチョコがかかってるやつとか見たことがあって、これあったのかな。ちょっとゴディバの私初めてな気がする、日本のプレッツェル。なのでちょっとこれを食べていきたいなって思うのと、今日はこのバレンタインのそんな感じなのかなと思ってゴディバにちょっと行ってきたんですけど、今年のバレンタインのパンフレット。今日が1月の26だからもう2週間くらいですね。毎年なんかバレンタインのチョコ、まあ、ギフト用に買ったりしますね。ですね。あともう一つ、ちょっとこの万角総本舗のおせんべい、自分用に買ったので食べたいと思います。万角総本舗の袋、この有名ですね、このおせんべい屋さん。で、カタログもちょっと一緒にもらってきました。なんかたまに、新商品が出るんですよね。これ確かに名古屋が本店、そうなんですよね。愛知県って書いてある。万角総本舗、1889年創業ですね。これおせんべいが有名ですよね。これなんか贈り物とかにご縁がありますようにって言って、ビジネスでもよくお手持ち品として持っていきますよねって聞きます。で今日私が買ったのはあれですね、サクサク日記で、サクサク日記のエビを買います。でこれ一袋197円、税込みって安くないですか。普通なんだろうけど、万角総本舗のおせんべいが100円なの、安いな。結構なんかおせんべいから開けようかな。ね、ワインが外れないよね、おせんべい。しょっぱいよ、だって。なんかたまに新しい商品ここなんか適宜アップデートされてるじゃないですか。だからなんかちょっとね、贈り物がてらちょっと見に行くんですけれどもね。っていう感じですね。でこのチョコを食べよう。おせんべい折りか味見しようとしているのかな。食べる気まま、えびせんべいです。食べる気まま、食べる気まま、ちょっとお塩あるけど一回あげちゃう。本当はワンちゃんお塩が入ってるもん食べれない。エビせんべいってカッパエビせんもエビせんべいじゃないですか。だけどやっぱりね、感覚そう思うとおせんべいって美味しいんですよね。
なんだろう、エビがいっぱい使われてるのかな。まず、食べたの俺、毒だよ毒オルくんよ。よいしょ。オルくんの体には悪いんだよその食べ物。あ、そうで何でしたっけ。そう今日は埼玉県田舎の自動車事情についてちょっとまとめようかなと思います。埼玉県に住んでると、特にあの田舎の方ですね、この辺の田舎なんですけど、田舎の方に住んでいると、もうやめときなよ、じゃあ。もう一個食べるの？じゃあ、これで最後にしな。ちょっともう一匹のワンちゃんにまいよ。え、エッチも同じにするかな。本当はワンちゃんにおせんべいはダメなんですけど。いらない。オリが全部食べる。終わりオリちゃん、これ。そうなんです。埼玉県の自動車事情についてちょっとまとめようと思います。埼玉県、この辺は特に田舎なので、もう自動車社会ですね。駅まで歩いたら1時間くらいかかるし、バス停もあるけど、バス停までも歩いて20分くらいかかるし、なおかつバスの本数少ないし、まあ、時間通りに来ないんですよ田舎のバスって。だから本当に当てにならない。仕事とかしてる人だともう当てにならないんですよね。しかも始発とかの時間も限られてくるだろうし、なのでこの辺はもう自動車社会ですね。で、あれですね、自動車免許ってもう取れる年齢になると、この辺は、もうみんなすぐに取りに行く。もう本当にすぐに取りに行くっていう感じですね。例ですよね。確か高校生にな、高校18歳でしたよね、日本で免許取れるの。18歳でみんな取りに行きますね。で、場合によっては確か16歳くらいから原付バイクの免許を取れるから、原付バイクの免許を先に取って18になって普通自動車の免許を取り直すみたいなパターンですかね。ですね。とにかく本当に早いです。あれですね、私は取ったのは20歳くらいだった気がしますね。まあ、なんかちょっと学校が忙しかったりとかして、そのくらいの年齢になっちゃったんですけど、あれですね、男の子だとあれじゃないですか、お母さんに送り迎えしてもらうなんてダサいみたいな思春期の時じゃないですか、18くらいって。なんか男の子だともう本当にすぐに18くらいで取りに行っちゃいますよね。で、まあなんかその通いのケースもあれば、なんかもう合宿みたいなのでなんか取っちゃう子もいますね、この辺。で、私は20歳くらいに取りに行ったんですよ。で、20歳くらいに取りに行って、で、まあなんか、オートマとマニュアルがあるじゃないですか。で、私はマニュアルで取ったんですよ。で、そしたら、なんかちょっと、まああんまり、なんか、うまく、なんか、できない時あったんです。そしたらなんかすごい、もうなんか20歳になって取りに来るから、うまくいかないんだよくらいに言われて、なんかもうみんなね、18とか、なんだろう、取れるようになるとすぐ通い始めてるのに、もう20歳まで待ってるからね、そんな、なんかね、習得が遅いんだよくらいの感じで言われて、
まあ確かにね、あの高校生とかだったらもうなんかみんな運動神経とかいいし、なんかね覚えも多分早いんでしょうね、機敏なんでしょうねっていう記憶がありますね。なのでこの埼玉県の田舎ではとにかく免許を取るのが早いです。みんなもう取れるようになったらすぐ取りますね。であとはあれかな、あの私の通ってた学校だと年齢的には取れるけど、確かなんか学校での決まりでなんか免許取れないとかあったのかな。だからし、まあ、受験とかもあるじゃないですか。だからそのあの推薦でもう決まっちゃってる子とかで誕生日も過ぎてる子はなんかこっそり取りに行ってた気がしますね。車の免許ですね。そんな感じですね。であれですね、もう一つあの埼玉県の田舎の方の自動車ネタといえば、駅のコインパーキングの値段がめちゃくちゃ安いですね。相場はだいたい500円ですね。安いとこだと400円とか300円とかありますね。500円、何が500円かっていうと、24時間のパーキングが500円ですね。まあ、地下って多分東京はめちゃくちゃ高いけど、なんか埼玉って土地はめちゃくちゃあるけど、地下がめちゃくちゃ安いんですよね。だから、24時間のパーキングが500円。東京とかだともう30分で500円とか普通じゃないですか。15分でね、500円とかもあるかもしれないし。が、24時間こうやって止めて、500円なんですよ。めちゃくちゃ安いんですよね。場所によっては300円とかするのもあるし。まあだからそのくらいもう自動車社会ですね。あの駅前の土地が安いっていうのも。あって駐車場代がね安いんでしょうけど、だからそれが埼玉の田舎の事情ですね。なかなか東京とかに行くと車で駅まで通ってるのとかね言われたことあるんですけど、高くないって言われたことあるんですけど、あのもう交通手段で、ね、あの必須なんですよね。抜けないですよね、車って。だから、し、駐車場代も安いし、あれですよ、1ヶ月3000円のところとかありましたかね。私はちょっと駅から歩く、5分、10分歩くところだったのかな。でも学生してて3000円とかあれば月に確か。でも相場は5000円とか8000円とか、駅によって、JR の沿線は高かった気がしますね。普通1万くらい、でもそれでも安いっちゃ安いですよね、1万くらい。そのくらい、あの、自動車社会ですね。ちょっとゴディバのチョコレート、開けてみようと思います。ですね、埼玉県の自動車事情って言ったら。でも、あれですね、逆に言えば、例えばお子さんがいて、あの病院に通うとかも車必要な時あるじゃないですか、突然ね。まあ、タクシー最悪ね呼べばいいんでしょうけど、し買い物とかもねやっぱり車がないと生きていけないエリアですね、この辺は。まあもちろんなんかねネットショッピングとかでも頼めるのは頼めるんでしょうけど、そういうサービスもね田舎の方だとあんまり。さすがにチョコはオル君食べれないよ。はい、こんな感じです。美味しそう。チョコ。ミルクチョコの方に2種類あって、確かダークチョコとこれですね。オル君はさすがに食べれない。うん、おいしい。しつこくない。ですね。だから免許の返納とかもあるじゃないですか、これになったときに。なかなか大変ですよね。
会だったらね、あのほら駅の近くに住んでればいいんじゃないですか。電車に使えるから。なんかね、いろいろウーバーイーツとかいろいろそういう系もネットワークめちゃくちゃあるといいけど、ね、田舎で車、ご高齢だからで車使えないとなかなか大変だよね、俺ね。結局あれ、みんなでも乗ってるんですかね、田舎の乗れなかったって結局ギリギリまで乗るのかなね。まあそうだ、あれですね、もう一つうちの家の近く、ここだけなの、多分どこもそうなの、なんかウルトラ教室って教習所の近くの駅にあるんですよ。今の世紀にウルトラ教室ってあって、要はその直前に、なんだろう、通う予備校みたいなの。そうするとなんか合格率が上がるみたいな。まあでも落ちる人ね、そういうところにも落ちちゃうんですけどね。そういうのがあります。田舎だからなのかな、ちょっとわかんないですけど。こんな感じですかね。ね。うん。お腹減ったのかな、おでく。チョコは食べれないよ、さすがに。なんと。食べれません。食べれません。最近よくねカメラに映ってくれるんです。でもね、昔、なんかね、ちょっと嫌がってた時期あったんですよ。なんか写真が嫌なのかな、フラッシュが嫌なのかな、あれ。よく、ね、ビデオにこうやって映ってくれる。写真が嫌なの？ですかね、今日はこんな感じで、ゴディバーと、万格ソーホールのお菓子を開封してみました。バレンタインが近いので、そろそろバレンタインのギフトを選ぼうかなっていう時期です。美味しい、なんか甘すぎずちょうどいい、うん、おいしい。まずこのエビせんべい美味しかった。うん、こんな感じで今日の撮影は終わりにしたいと思います。よろしいですか、オルくん、ね、終わりにします。